と次節の名古屋戦についてプレビューを行っていければと思います。名古屋のイメージについてお伺いできますか？名古屋は堅守速攻っていうチームで、直近の名古屋が新潟でアウェーで戦ってるんですけど、まあ、その解説をちょっと担当させていただいたので、その準備も兼ねて結構名古屋の試合はちょっと見てきた中で、リーグ戦だけでいくと、まあ、6節やって失点が2で、非常に失点が少ない 5-2-3 っていう守備の陣形を作って、かなり後ろをしっかり固めた上での守備から速い攻撃っていうところを得意にして、頂点にはユンカー選手がいて、左サイドに永井選手、マテウス選手が右サイドにいる、まあ、この3人が個人の能力でも打開できるし、コンビネーションっていうところでもかなりスピードアップしてきて、相手の守備の陣形が整う前に攻め切ってしまうだけの力がある、また決め切る技術の高さがあるっていう、このメンバーを生かすための戦い方と言ってもおかしくないぐらい堅守速攻、そういうチームですね。ユンカー選手は浦和から移籍したので、浦和サポからしても注目の選手かなと思うんですけど、脅威ってありますか？スペースがあると彼は自分でスペースにボールを引き出す力もあるし、そのスペースで受けてからゴールに向かっていくための方法っていうのを何パターンかやはり持ってる選手だと思う。やはりそういった部分ではゴールに常に向かってくる選手なので、ディフェンダーからするとかなり注意をしていかないと、ちょっとの隙でも点を取られる、まあ、そういう感覚はあると思いますね。なんかあの試合もう少し長く11対11でいなかったですね。そうですね、新潟の方はボールをしっかり保持して後ろからビルドアップをしながらゲームを組み立てていくチームで、まあ、名古屋相手にもしっかりとそれをやって、名古屋が失点してしまうまで攻撃ができなくて、ボールをいい状態で取れないっていうのね、くらい新潟がボールを動かして押し込んでっていう戦いでしたね。足りないなと思いながら、まあそうですけどね。ただやっぱり一人いなくなってからの名古屋の底力というか、押し込んだ状態での崩しのうまさっていうのは非常にあって、まあ、ユンカー選手もすごく流れながらっていうところもうまいんです、うん、ボックス内でしっかりボールを受けて周りの選手を生かすプレーっていうのも非常にできるので、まあ、そういった形で何本もやっぱシュートシーンっていうのをね演出してたので、まあ、永井選手、ユンカー選手、マテス選手、またそこに関わってくる稲垣選手とかね、やっぱりそういったところの選手の技術の高さ、またコンビネーションの質っていうのもね非常に高かったですね。永井選手は結構ユンカー選手の動きをキャップに気がするんですけど、マテウス選手とユンカー選手ってなんかまだ自分が分な気がしたんですけど、どうですか永井さんから見て。まあ何試合見ている中でもユンカー選手がこうスペース流れたところに永井選手が左側からそーっとねこう近づいてきて、その動きを生かすように自分がゴールに向かって抜け出したりとか、2人の関係性はね途中ツートップかなって思うぐらいの距離感でプレーしたりもするので、まあ、そういったところのバランスにはいいのかなっていうのは思いましたね。確かにユンカー選手とマテウス選手がなかなかちょっとこう合ってないというか、まあ、ユンカー選手からするともっとこうボール自分のところ出してくれればいいのにっていうところをね、マテウス選手が意外とシュート打って、でそれがね、うん、なかなかフィーリング合わなくて結構枠外れたりとかっていうのを先に、まあ、ユンカー選手かなり不服そうな顔はねしてね、まあ、レッスンの時もね結構そういう表情見ましたけど、よく見ました。そういうのは新潟戦だけでもねちょっとあったので、フィーリングっていうのはまだまだねそこまで合ってないのかなっていう感じはしましたけど、ただ他への関係性で崩そうっていう意図ももちろん感じたし、それがやっぱり合ってくるとちょっと怖いなっていう感じはしましたね、うん、ありがとうございます。まあ、その名古屋にレッツが勝利するために必要なことだったりとか、戦い方をすべきかどうか教えていただけますか？失い方っていうのは気をつけないと一気にカウンターは食らうので、攻撃っていう部分ではその失い方を気をつけながらもしっかり攻撃を終わらせること、中途半端に打ち切れなくてカウンター食らうとなると失うことが怖くなるので、なかなかチャレンジっていうのができなくなるんですよね。そういった意味でいくとしっかり攻撃を終わらせること、しっかりともうボールを保持し続けること、新潟戦もなかなか名古屋がリズムをつかめなかったっていうのはいい形でボールを奪えなかった、まあ、そういったところも見ていると思うので、逃げないで攻め続けるようなポゼッション保持っていうところは目指す必要があるかなっていうところ、あとはやっぱ5バックの相手を崩すっていうのはなかなかやっぱ難しいので、柏戦でもね5バックの相手に対して東田監督がしっかり準備をしてやっていった部分はあるので、逆にいい練習になってたらいいなと思いますね。まあ、足の速い選手がいるっていうのはやっぱ奪われてしまうとすぐにカウンターで入れられてしまうのではないかな
って思うんですけど、レッツがシーズン当初からやっているその失った時に高い位置でのその早い切り替えっていう部分、もちろんその局面に人数かけていればその場で即時奪回、即時回収っていうところを目指すと思うんですけど、パッシュはレイソル戦も少しこう逃げられたなっていうところが伊藤敦樹選手がしっかりとそこの目を摘んだインターセプトだったりとか潰すっていうところ非常にあったので、名古屋戦に対してもやっぱりそういった働きっていうのは非常に必要になると思いましたね。名古屋の警戒すべき選手って具体的にどなたが当たりますか？前線の3枚とやっぱり稲垣選手がやっぱり中盤でボールを回収する能力非常にあるし、中盤のボランチっていうのはボールを回収する力が非常にある選手なので、うまくボールを動かしてそこに対してのボールを回収させないということ、そこは必要になるし、あとサイドをやる森下選手めちゃくちゃ速いんですよ。新潟戦も立ち上がりいきなり一人でもカウンターゴールまで本当いけそうな感じで、最後パスを選択してっていうところにはなったんですけど、自陣の近くでボールそこから運び出して2人ぐらい振り切ってっていうようなホッパーをできる選手なので、これはもうチームとしてどういうフォーメーションでどうこうっていうもう関係ないんですよね。個人の力でもういけちゃうので、もうそこはもう理屈じゃなくしっかりそこは止めなきゃいけない。一人でダメなら二人、じゃあしっかりカバーっていうところとか、相手のスピードを殺すような守備の仕方だったりとか、まあそういったところは必要かなと思いますね。ありがとうございます。警戒すべき選手がもう今の中でも5人くらいいっぱいいるな。いっぱいすぎて大丈夫かなってちょっと不安になっちゃったんですけど、やっぱその他にやっぱ3バックの高さ強さっていうのもあるので、ほんと硬いですよ。こう名古屋を相手にレッツがどういう風な攻撃を構築するのかだったりとか、非常に興味深いというか、本当に楽しみにしていい試合だと思いますね。逆にそのレッツでの注目選手ってどうなったですか？今もうチームとしてっていうところがね止まってきてる感じがあるので、誰っていうこともないですけど、興梠選手がいて、関根選手と大久保選手が興梠選手の近くにいて、で小泉選手がその後ろにいるんですけど、張り出した時に受ける人がいつもより少なくなると思うんですよね。最終ラインが持った時にいち早くそれを察知してパスコースを作っているのが小泉選手だったんですよ。ものすごいスプリントかけてもらえるところまで顔出してそこでボールを引き出すとかっていうところを非常にやっていたんですよね。小泉選手のそういった相手を見てどこでボールを受けてあげるのかとか見る目っていうのは非常に素晴らしくて、やっぱ名古屋もなかなかブロックしっかり作ってる中で攻めあぐねる時ってあると思うんですよね。もちろん監督がどういうやり方をするか分からないですけど、求める立ち位置っていうところになった時に選手がボールホルダーが出すとこがないよっていうようなシチュエーションになった時に、そういったところで助けてくれる選手だと思うので、小泉選手がどれだけいろんなところに気づ気を使ったサポートだったりとか、そういうボールの引き出しっていうところができるかどうかっていうのは非常に重要かなと思いますね。小泉選手って初期からそういうイメージがあって、もただなんか相手チームに分析されて固められてた印象が一時期あったかなって思って、小泉選手がキーマンとなる選手なのに思うように動けなくて苦しいなみたいな時期があったかなと思うんですけど、今は徐々にそういう対応もできるようになってきたのかなっていう印象もあって、相手に分析されて動けなかったっていう時がありつつも、今はそれを超えて相手選手のブロックに対してそれを超えるボールの出す選択肢があったりとか、テクニックの成長だったりとかもあまり詳しくない私から見てもボールがよくつながるなっていう印象はあったので、オンザボールの時の技術の高さっていうのはね、もう誰しもが認めている部分であって、そういった部分をやっぱり自信を持って列にも入ってきたと思うんですけど、最初はこう初見なので相手も守備しにくかったりとかっていうところもあるし、 J1 の選手だとやっぱそういったところも分析をして、オンザボールの時に対応っていうのは、まあ、どのチームも上手いので、まあ、そういった中でなかなか良さが出せなくなったなっていう時期ももちろんあったと思うんですよね。でそうなった時にオフザボールでのチームへの関わりだったり貢献っていうところが非常に彼の中でも重要視したんだなっていうところはあると思いますし、自分があえてここにポジションを取ることによって味方のパスコースを作ったりとか、距離感を縮めてあげるために走るとか、そういった部分っていうのは非常にいい成長というか、そういった部分にはなってるのかなっていうのは思いますね。